2022年、えー、11月29日、青井圭介ですけども、えー、先日、えー、かまど発電の撮影、二郎駅、田王寺駅から二郎駅の方へ撮影しに行って、まあ竹やぶのところとかですね、まあそれで、えー、まあ昨日は、えー、こもって、 昼間ぐらいに、朝は晴れてたんですけども、昼間ぐらいにちょっと曇っていて、そこから晴れ。で、えー、本日なんですけども、えー、雨が降っています。風はね、そこそこ出てるんですけども、まあ、昨日の番、まあ、報道セーションかな、どこかの番組、報道関係の番組で、 まああの何のために風があるとだという話をしたときに、要するにあの洗濯機で乾燥機いらないんですよね。前日の晩から洗濯物を干しておいて、こういうふうにあの屋根があったらね、内側にあに干しておけば、なかなか雨が当たることはないから迷わず、前日の晩からえまあそちらの方にのあの洗濯物をかけておけると。あとは風吹かせたら、朝方にはほぼえほとんどの、えー 洗濯物は乾いています。で、本日は58.1番に、えー、まあ、先にま支援者生活のエネルギー頑張っている人たちということで、えー、まあ、水車関係のあのー、発電。 を YouTube からアクセスあ、私のホームページから YouTube へアクセスできるように、まあ、10点ほど上げました。まあその辺の影響等もあってかもしれないですね。雨が降ってるのは、ああ、雨必要なんだという考え方ですね。 まあ、どちらの考え方ででも同じです、あのー、今11月下旬ですので、まあ、今のうちに雨降らしておいた方が賢いのは賢いある程度ダムに貯水しておいてで冬の雪を、えー、できるだけ、えー、回避すると、まあ、こういったことです頭、あのー、一番に上げてる内容とか時系列見てもらったら分かりやすいですよ まあ天気の操り方なんでこんなもの。で、ある程度これぐらいの雨降ってても、まあああのある程度考慮はあるでしょこれね、ちょっと外に出ないとわかんないかな。他かりにくいかな。ある程度ね、あの光はあるんです。ちょっとだけ発電ぐらいなら太陽光パネルはできます。まあ、その辺のところもね、その雨降らしながら晴れる方法、その器用な方法もあるっちゃあるんですけどね、ちょっと自分のすることが多くて、しなきゃならないことが、ちょっと手回らないですね。 まあ、太陽光パネル貼り付け終わったら考えましょう。